このコーナーは私たち3人が物申したいテーマについてガチで愛を持って討論していくというコーナーです。はーい、本日のテーマは、1人と3回浮気は3人と浮気どっちが許せないです。いや、なんかそういったテーマ、掲げてくださったのは嬉しいんですけど、とりあえずなんかここまで出てくる中で3という数字がすごいたくさん出てきたなって感じなんですけど、3人いないですよね。3人いないですね。これなんか間違ってますよね。今日はあれですね、リーダーが別現場で、いないんだ、仕事なので。3回浮気しに行ってんの？やだやだ、今2人なのに3人、3人と浮気して、いや、やだ、3人ってことはない。もうだから3まみれだったな。違います。なるほどね。別の仕事しに行ってます。はい、今日は仕事でいませんが、はい、今日は2人でですね。はい、まあ、どっちを取ったにしても、はい、クソ野郎だなっていうされた側は完全に不幸だし、感じはしますけれども、でも逆にこの後者の方ですか、3人と浮気、はい、逆にむしろなんか尊敬さえしちゃうかもっていう。だって実際3人と浮気してるってことはさ、4人目ってことです。そうだ、そのうちの 4人ってことはトータル4人でいる中でそれを回してるってことでしょ。器用だなっていう学習うまいことこうなんか時間とかでこう配分してんの、曜日とかで配分してんのかなっていう。例えばクリスマスとイブは前半後半、前半後半でしょ。だよね、昼デート、夜デート、そうで25日に昼夜みたいな、イブの部員と本番の部員で分かれる。なんかもう言いたいのは、他に何か活かせなかったかなっていうそういう能力の無駄遣いって話ね。そうですね、欲望、その欲望を何か他のところに向けることができなかったのかな。あ、確かにね、その選択肢はあったはずだよね。そうですね、そんなに器用にできるんだったら結構いい感じになんかお商売とかもうまいこと回せるんじゃないかなって。そんなに人を魅了できる人なんだっていう。確かにね。そうそうそう、っていうところにちょっと魅力を感じるっていう。冷静じゃねえかダメだよ、私すごい人とお付き合いできてるのかもっていう風に逆にちょっと燃えてくるかもわかんないそれはなんかポジティブに考えたら確かにそうね。そうよね、いやすごいですよね。だからなんかじゃあまだマシ、まだちょっと敬意が残りそうな気がする敬意もクソもないけどね。そうですね、うん、ここまでしてくれたらもうある意味プロフェッショナル、流儀の流儀ですよ、ここまで来ると。確かにそれは能力の一つみたいなもんだもんね。そう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 、だからもう許す許さないの範疇じゃなくなってくる気がするんですよね。あ、なるほど。じゃあ後者の方が怒りは、うん、少ないかな。だから表になるだろうなっていう気がしますよね。あ、なるほど。だからそんだけ魅了できる人だから私も魅了されたんだなっていう風になるかも。もう私たちクリーンなんですよ。クリーン、とってもクリーンなんですね。だからやっぱり純愛、あ、そう、一人の人を愛し続けたい浮気ダメ絶対まとめましょうかね。これは私にはとてもどちらを許せるのかとかは選べないぐらいどっちも良くないと思います。ということで、お二人の結論はどうなったんでしょうか。ということで、私たちの結論は、浮気ダメ絶対。ごきげんよう。我々 NB ガブリエラ、2024年もがっつり盛り上げていきますよ。2024年1月にはなんとライブ&トークショー円ガブの部屋が青森と仙台にて開催することが決定いたしました。そして2月にはなんとなんと毎年恒例となっておりますコンセプチュアルなライブキャバレー円ガブが3日間で5公演東京キネマクラブにて開催することも決定しております。盛り上がっていっちゃうかな。詳細は円ガブで検索してください。以上、エンビーガブリエラでした。